日ごとの過程2021年11月25日アッシリアは私たちの救いではありません私たちはもはや群馬に乗りません自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません親を失った者はあなたにこそアーレミを見いだしますホセア書14章4節。従ってあなた方はもはや 外国人でも希留者でもなく聖なる他民族する者神の家族でありエフェソの,神の手紙2章19節私たちは神の家族という表現はとても心地よい響きを持って聞いていると思います。でも実際に私たちは神の家族としての絆意識とか既存意識というのを育てているでしょうか。多くの場合私たちは神を 困った時に助けてくれる便利な存在という意識で関わっていることは多いかもしれませんが私たちの天の父としての尊敬やその威厳の前に静まる意識を持っているでしょうか私は比較的幼い時から父の存在はどちらかといえば怖い存在でしたまあ無理やり何かをさせるということはなかったですけれどもとてもとても友達感覚で付き合える存在ではありませんでした 私が牧師になって、えー、ある意味で同業者となりその働きを認めてもらった時私は何か自分が少し成長したように感じました相変わらず友達感覚で関われる存在とは思っていないんですよね父なる神というお方を考える時家族の要としての父家族を保護しケアする父というイメージを持ちますが同時にそのお方に 私のようなものが神の家族の一員として迎え入れられているということの大きな特権と祝福を感じますつまり神様って私たちに対する便利屋ではないんですよね父であり完成された保護者ケアしてくださる存在それが私たちの神私は弱いつまずきやすい愚かな子供でしかありませんけれど 父なる神の大いなる愛のおかげで前向きに生きることが可能だということを今日のこの聖書の言葉を通しても何かしみじみと考えさせられています。アッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。 したがってあなた方はもはや外国人でも希流者でもなく聖なる民に属する者神の家族祝福ありますように。